い、ということで今日はのどかに始まりましたピクニック日和でございますということで今回は、はい、私の大好きなベーグルシリーズということでですね、ずっと気になってて、あのインスタでもずっとフォローしてたんですよ私、富士ベーグルさんっていうところなんですけど、これね、もともと、赤羽の方にあったお店で、赤羽の時に私一回行きたいなって思ったことがあったんですけど、なかなか行けてなくって。あ、そうなんですね。ただ今回、幡ヶ谷の方行こうってなった時に富士ベーグルさんあって、あ、移転したんだっていうのでね、ぜひ行ってみたいということでちょっと行ってきましたよ。行ってきましたよ。一個いいですか？なんすか？まあ、今日ね、ひなぎさんちょっといなくて、あ、そうなの、そう、ひなぎさん君とさ3人で、まあ、お店に行くじゃないですか、はい、あの店見つけて行列見つけたらダッシュするのだけやめてもらっていいですか？こっちだあそこですねって言ったらもう並んでるんだもん外まで。早く行かなきゃってことなくなると思って、だってお店自体は11時オープンなんですね、はい、で私たちが並び始めたのは12時半ぐらいなんですけど、そうですね、もうほぼお店の中のベーグル結構売り切れもいっぱいあって、結構ギリギリでしたね。ギリギリでした。でちょうど私たち前にいたおばさまが、うん、ここしもすごいのよ普段はもっと並んでてって言って、うん、今日がたまたま、ラッキーなことにあんまり並ばず、しかももう12時半で、普通だったら買えない時間帯なのに今買えたという奇跡な。買えないんですね普段。買えないっぽいですね。じゃあラッキー。ラッキーだよ。でも走る必要はないですよ。いや走るよどん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 ベーグルが減っていくじゃない。だからね、あれ狙ってたのになくなったどん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 目的のものがなくなっててソルダウトになってて、だから、まあ、しょうがないでしょ。 それは、まあ、それしょうがないんですけど、並んだ順なのでね、はい、で1人7個まで買える。1組ですね。あ、1組7個、はい、ということで、当番組では、はい、5個5個ね、はい、しかも同じ種類を2個買えないので5種類。そう、ちょっとね見ていきましょうか。見ていきましょうか。ワクワクしてるでしょ。めっちゃワクワク。これなんだろう。これチョコ？塩？あ、これはね、塩なんから、塩キャラメル。塩キャラメル。これが、あ、これが甘酒神社。甘酒神社。甘酒神社。うわ、ねえ、これやばい、出来たてだ。あったかい。そう、あったかい。これ持ってきたんですよ、ちょうど。ねえ、これ絶対美味しいよ。めっちゃあったかい出来たて。すごいな。あと、これはプレーン1個買ったんです。これが全粒粉のプレーン、健康的、はい、はい。これが全粒粉じゃ、あ、これがハーブのチーズかな。そうです、チーズ、ハーブのチーズミックス、はい、そしてそれ、サンドが ね、最後の1個、はい、見たいですよ。最後の1個ギリで手に入って冷蔵庫から出していただいた。ちょっとお母さん開けてください。いいんですか、はい、これは多分、この甘酒ジンジャーに切って多分なんかポークジンジャーさん。すごーい、そう、どう、やばいよ、重みがもうハンバーガーみたい。想像してたポークジンジャーと違う。生姜焼きだ。生姜焼きだ。生姜焼きが入ってるベーグル初めて見た。これ見て、やばこれは、うまい、やばこれやばいね。これどうするね、じゃんけんでさ、まずさ、はい、食べたいのじゃあ決めていこう。そうですね。でもヘナギさんがグループラインで僕の1個取っといてくださいって、うん、いやだからヘナギさんの役でじゃんけんしないと。あ、そっか、あ、わかりました。ヘナギさんは多分腹ペコで、前の傾向で言うとおかず系が好きだから絶対これ食べたいんですよ。そう、いないからわかんないよヘナギさんここにいないんだから最初はグーじゃんけんぱい。うわうわ、絶対ヘナギさんおかずっつったらさ、なんで今いる演者2人負けてんすか。本当だよ。どうする。いや、そ、当然ヘナギさんその絶対これだよね。ですけど、ね、絵は食べてるところの絵は撮りたい。欲しいから。じゃあヘナギさんにはこれがいいかな。これもあったかいよ。それ何ですか。ハーブとチーズ。おお、なるほど。あとは全部基本は甘いと思う。甘い系。甘い系。じゃあそうです。ハーブとチーズのヘナギさんに。じゃあこれヘナギさんにこの残しちゃおうか。じゃあ二人じゃんけんして。よっしゃ。分かってますよこれ。マジ甘いの行くか食事系行くかどっちかですから。行きますよ。最終グーじゃんけんぽい。やっしゃ。チーン。これよっしゃ。チーン。あざす。もう。食う体勢万全だし。だってここまで開けたの小川さんだからね。もう何なのよ。これは遠慮なくもらいますよ。まあいいですよ。じゃあもうそれはもう勝負なんで。でもだったら私これかな。あったかいのね。このあったかいの。いあんまりないですよ甘酒神社。気になるもんだって。めっちゃ出来立て。めっちゃこれが多分出来立て感で言ったらこれが一番出来立て。じゃあもういいですよ勝者から食べていいですか。いいですよ。これだけで多分もうお腹満腹だと思う。ね半分こしようよ。いや粘る。こうしよう。これも半分しちゃう。
もう行ってください。じゃあいただきます。どうぞ。生姜焼きが、あ、まず食べやすいように生地だけ、生地をまず、生地がどういう感じなのか、こんな感じ、ぎっしり中ね、具がやば、はい、はい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 、どう、いただきます。うん、あ、大きい一口生姜焼き、生姜焼き、うん、すごい新しいと思う。なんかベーグルってさ、クリームチーズとかスモークサーモンとか、うん、ハムとかなんかそういう感じだけど、生姜焼き挟んだの初めて見ました。あの生地が、うん、もちもち、まあ、これ要するに冷蔵庫に入ったんで、あ、ちょっと冷えてるから、冷えてるけどそれでも柔らかくてしっかりな、はい、甘みもあります。でその甘いのとしょっぱいのでめちゃくちゃうまいです、はい、あー、うん、いいなー、うん、あー、いいなーいいなあの、もう感情のこもりすぎたいいなーなんでね、いいなもう私は出来たてなんで、いや、もう出来たてのうちに食べた方がいい。いや、これは絶対美味しいって。ここにちょうどなんかこれが多分これが甘酒なのかな、このクリーム、なんだろう。食べるね、いきます。これちょっとちぎ、もっちもち、まだあったかいんだね、本当に。あったかい、ほら、やばい、ここのこの中にめっちゃ入ってるソース、うわー、生姜だ、生姜、生姜、生姜、体温まるやつ、いただきます。いいな、リアクション、うまっ、これうまい、うん、やばい、これやばいよねえ、え、めっちゃおいしい、これもう1個くらい食べたい、あら、めっちゃうまい。生地もちもちで甘酒の甘みがすごい強いんですけど、でもちょっと生姜のそのピリッとしたスパイシーな、だから甘すぎずでもデザート感覚で食べれる、おやつでも美味しいし、はいはいはい、めちゃくちゃ美味しい、マジで。それはでも、それはちょっとちぎって食べれるから、ちょっとちょっとこれマジで食べてみてもいいですか。しょうがないな、優しいな私。まずいただきます。めちゃくちゃ美味しいです。うん、やばいでしょ、何これ、やばいでしょ、ちょっとキャラメルっぽい感じ、まあ、ちょっとキャラメルっぽい、だから甘酒感っていうよりかは結構ちゃんと甘いですよね、しっかり、うんうん、え、これ、いや、これキャラメルじゃないですか。キャラメル、キャラメルっすね。これキャラメルよ。ね、誰、じゃあ誰が塩ジンジャーだった？確かにキャラメル出来たてでしたもん。これが塩ジンジャーだ。そうそう、甘酒ね。はい。いいの？今ので、うん、やっていい？はい、これ、いや、あれも別にちゃんと流します。うん、恥ずかしい。これがね、味分かってない人みたいな。これキャラメルです。恥ずかしすぎるやろ。ちょっと待って。で、これね。うん、これが甘酒、甘酒神社のはず。あ、めっちゃ神社の匂いするわこれ。でしょ。ねえ、嘘つかないで。これキャラメルの匂いするもん。これもね、ちょっとほんのりまだあったかくて、どこに甘酒いるんだろうな。お、どこにいるんだろう。でも甘酒練り込んであるんでしょうね。生地に練り込んであるのかな。いわゆるその酒粕でしょうね。めちゃくちゃ神社の匂いするけどな。いただきます。いや、うまそうだな。ジンジャーです、ちゃんと。これがジンジャーです。いや、これがって言わないでよ。ジンジャーもちもち、おいしい。よかった。食べる？一口。めちゃめちゃおいしい。これ、このベーグルおいしいわ。やばいですか。ちょっとさ、ここら辺、ここら辺、口つけてないから。いいですね、ワンパク。ね、だってもう本当に。生姜焼き。生姜焼きなのよ。うん。ベーグルに合いますね。合う。生姜の生地とあのポークジンジャーがめっちゃ合う。だから合うんですよ。ちなみに、うん、毎回毎回その星、あ、そうそうそう、星、星マックス5ですよね。星 4.9 です。うん、お、すっごい。めっちゃ好きですここの。マジ？めっちゃ好き。ボリューム感といい、ここは1個も結構ずっしりしてるし、まず大きいですよね、うん、しっかり食感も柔らかいけどちゃんともっちりしてて、はいはいはい、生地だけの甘さもめちゃめちゃあって、いや、おいしい、幸せ。また食べたい、これはぜひ、ここまた食べたい。あの、皆さん並ぶの覚悟で、そうですね、平日でも午前中から並ぶのがおすすめらしいので、うん、
そうみたいです。あの、はい、オープン前から11時オープンだけど10時半からもう行列ができてるみたいなの で本当にあの種類をいっぱい選べたい人は早くないとないと思います。でも美味しいっすね。いやこれはちょっと他のもやばい。これは小川さん間違いなくプライベートで来た方がいい。来たいです、ね、また来ます。ザガヤの皆さんよろしくお願いします。美味しいベーグル見つけました。ありがとう。糸バター。いやいやいや、歌ひまわりベーグルパンパンパン、オタクなヘナギだポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。